たいと思います。河野瀬先生、よろしはくお願いします。い、よろしくお願いします。はい、さてですね、このコロナ、まあ、大変な問題、たくさんあちこち、もうあらゆるジャンルに起こってますけども、就活生、どうですか？2つあります。で、1つはですね、この4月に入社が決まっている年代。はい、あと2週間で新社会人ですよね。はい、その学年の方々と、来年の4月、入社する人たち、2、1生と呼ばれてますけれども、今、就活真っ盛りの人たち、この2つの学年でそれぞれ問題があります。今年と来年と、で、まず今年の方、これが大変だと思うんですけど。はい、わかりました。では、今年の問題なんですが、ニュース等で発表があったんですけれども、コロナの影響で内定を取り返しますという内定切りという事件が起こっています。で、ある報道だと13社21名というような報道なんですが、13社どこから出てきたものであるかとか、社名とかは発表されていません。で、同じようなことが起こるんじゃないかということで、非常に動揺している、入社予定の方々がたくさんいるということですよね。この瀬先生の塾生にもいらっしゃるんでしょうか？あ、それはないですね。じゃあ、今のところそれは良かったということですね。まあ、身内はいいけれども、こういう問題が起こるということ自体、非常にいけないことだと思っています。人生がどうなるんだろうって思ってしまいますよね。思いますよね。学生たちの声はどうですか？そんな簡単に内定は切られるんですかっていうことは、そういう動揺が広がってますよね。で、これは企業側の認識が異常に甘いと思ってるんですけど、内定を出すっていうことは正社員を雇うっていうことと全く同等、10月1日を過ぎれば同等なので、言っちゃなんですが、この程度で内定取り消すんなら、新卒採用しないでほしいなっていうのが僕の気持ちです。まあ、はっきり雇って一緒にやっていこうという気概がないということですよね。ですよね。例えば、会社にしんどいことがあったらみんなで乗り切れようぜっていうメンバーに入れたってことでしょ。そうですね。内定って。で、ちょっとしんどそうやから、お前の権利奪うわなっていうのは、大人としておかしいでしょ。だから、理念的にあってはならんし、社会人、企業人として情けないことであるなと思います。会社としての共同体の崩壊とも受け取れますよいやね。ー、ねえ、そう取れますよね。もう、実際にその、現行で働いてる方も、今度の新卒が内定取り消しやってって言ったら、不安ですよね。びっくりしますよね。そんな会社にいてるんやっていう。だからこれがきっかけで淘汰される会社かもしれません。で、そういうことがあったときに、実は大学のキャリアセンターっていうのは公的機関でありますので、ぜひ情報を入れて頼りに行った方がいいです。なんか不安になってる学生いるって聞いてるんで。それで、ちょっと今の学年で話が移るんですけど、そこは共通で、今、選考の途中で何か変なことがあっても、ちゃんとキャリアセンターに報告した方がいいです。来年の就活予定の人たちの気分とかはどうですか？やはり、3月1日に正式に就活が解禁になりますので、いつも毎年ね、大阪でいうとインテックスとかで何万人と来るっていうイベントがあるんですよ。今年はなかったですよね。そうなんですよね。で、僕は本来的な意義は実はあんまり感じてないものの、とりあえず、まあ、幕開けのイベントやっちゅう意義はありますんでね。何万人という人が動くんだから。で、それが軒並み中止になってるっていうことは、なんとなく気分乗っていかないですよね。そうですね。それはかわいそうやなと思いましたけど。あと、企業の経営者の方とか採用担当の方とかは何かリアクションありますか？何かあってはいけないっていう用心深さというか、自粛ムードというか、すごいですよね。で、
何の基準かわからないんですけど、10人以上集まる会は全部中止って言って、企業説明会全部やめた会社とかもあります。うん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 。で、特にそんなことは世間は言うとらんかなとは思うんですけどもね。うん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 。なんか意味、ちょっと度が過ぎた自粛モードを就活においては感じますよね。もうとにかく日々の状況がね、もう、はい、もう本当に大揺れに揺れてるっていう感じですからね。うんうん、ですね。で、はい、別に私も不安を煽る気はないんですが、リーマン以来っていう声も聞こえます。まあ、そういう意味ではちょっと今より怖い、実体経済で、ね、経済で影響が出ますからね。はい、うん、で僕はそもそも景気が良くなってから人新人取って、景気が悪くなってから新人取らないっていう方向性は若干不思議だなと思っとるんですけれども、うんうんうん、にしても現実もう2、1の段階から数を減らしていくっていう業界、うんうんうん、例えばね、旅行業、ホテル業あたりは相当絞るかもしれないなと。まあ一番打撃受けてますからね、インバウンド来てないですからね、はいはい、うん、やはり採用活動、ある程度費用と手間かかりますんで、ちょっとそこ用心深くなる業界はあるかなと、理由かなぐらいです。だから実際採用が厳しくなったとかね、選考基準が変わるっていうことは今のところはないはずです。今のところですよね、今のところは、うん、でただちょっと良くない情報なんですけれども、うちの塾生で、はい、誰しもが知ってるような社名なんですけれども、ウェブテストっていう半分学力テストみたいなものがあるんですよね、はい、それとエントリーシートっていうのを通過してましたと。はい、ウェブテストとそれからエントリーシートは通過してた、はい、通過しましたと、はい、でそしたら、ね、向こうの会社から連絡が来て、はい、コロナの影響で選考を延期すると、うん、まあそれはええと、うん、でウェブテストもう一遍受けてくれって言われて受けたら落ちたんですよ。あ、一回通ってるのに落ちた。そう。うん。そう、うん。だからね、おかしいんですよ。実はその子、うん、そういう筆記テスト得意で、うん、あんまり落ちない、学生なんやけどね。ええ。だから、これはその会社が一気に人数を絞ろうと思ってるわけですよ。で、一回通しといて、大手もせんのにもう一遍やれ落とすっていうのは、これはちょっといきなりいかんことが起こってるわけですわ。大手もせんのにっていうのはすごい。ね、一遍通してるでしょ。うん。うん。それで、バンディさんね、そのもう一回ウェブテストやるっていうのも、金かかるんですぜ。あー。で、金かけてまでじゃあ人数絞ってるってことは採用も絞るんかなって思いますやん。だから、すごく足元でこういうことも起こってますっていう一個の事例です。じゃあ最後になりますけども、はい、まあ現時点でね、またメッセージが将来変わるかもわからないかもしれないけども、はい、今日今3月の、22日の年の、はい、就活生に向けた、はい、就活のね、もう、はい、小野瀬先生からメッセージをお願いしたいんですが、はい、就活は、問題なく続けましょう、うん、でやり方をいろいろ変えるために企業側は今必死に努力しています、うん、はい、ですので今エントリーしている会社、またエントリーを増やして、チャンスを増やして、逆に言えば交通費、移動の時間が節約できる就活になるかもしれません、うん、はい、ポジティブに受け取ってやることをどんどん進めていってください。うん、こういったこのテレワークのようなね、リモートのような、こういったものでも自分の表現力を身につけることも、はい、まあ、僕も今日、まあね、昨日今日で始まったばっかりなんですけど、いや、はい、こういうとこでこう自分を表現できるっていうこともこれから必要になってくるかもわかんないですね。だと思います。まあ、この 2,3 年1分間動画 PR 送ってこいっていう企業も増えてましたからね、はい、この流れ増えるかもしれません。はい、でちなみに言うと、僕は地方の学生にチャンスが増えると思ってるので。ああ、そうですよね、はい、移動のものが削減されるという部分では、はい、はい、じゃあ本日はどうもありがとうございました。一旦インタビューを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。